なんか気持ちいいの一回かましたいですね。そうですね。10部屋しかないとこのセミプロ行きますか。あ、行きます。いいですね、いいですね。学校生きて帰ったからアイテムはなくなってないってことですよね。なくなってないはず。いや、やっぱもう無理なもんは無理で帰った方がいいですね。そうですね。賢いですね、それが。無駄に死ぬぐらいならねえ。10部屋しかなかったらいけるでしょ。セミプロでも。これはね、何時間やってきたんやっちゅう話ですよ、このメンバーで。任してくださいよ。もうほんのちょちょいのちょいですわ。でも5ですわ。いや、なんか怖いぞこれ。なんか。ちょろいもんですわ、これも。やばい、ちょっとフラグガンガン立ててるんだ、これ。我々もベテランの域ですよ。やばいやばい、ショコラちゃん2人で動こう次。あ、オッケーです。これ絶対フラグ今バシバシ立ててる2人と別行動しよう。よし、じゃあ行きますよ。おし、お願いします。お願いします。お願いします。オッケーです、はい、聞こえてます。いや、もうこんなもん、はい、こんなもん、もう余裕余裕あれですね。あれ、温度計私持ってきたっけ。あ、持ってきていいですよ、じゃあ。温度計。どうぞどうぞどうぞ。いや、あの、別の計なんで、私たち。なんで？あの、ともこさんが、としぞうさん、あの、温度計1個持ってってください。なんでなんで？はい、そうですね。あれあれ、なんでなんでなんで？なんで？近い近い近い。別に死ぬ気ないですけど。すごいすごい。全然、勝ちに来てるんです。全然。つもりで来てますけど。ええ、全然。全然その。あの、ちょっとしずおさん、はいはい、手を取ってください。あれ、あ、温度計。温度計ですか。手を取ってもらって。はいはい、わかりました。温度計持ってください。温度計と、はい、はい、行きますよ。あれ、なんかじゃあ僕 EMF 持ちます。行きますよ。はい。はい、じゃあ UV ライトとかなんかうまいこと やってくださいね。まあまあ、それはもう、あ、男の力見してやるや、そりゃ。よしよしよし、行きまーす。離れて歩こうね。はい、よいしょ。お願いします。お願いします。2分30秒しかないですよね。そうそうそう。あれ、さとこちゃんの声聞こえますか？あれ、聞こえますよ、僕は。あ、聞こえてますよ、聞こえてますよ。あれ？あれ？音量、音量上げてないんじゃなくてですか？あ、音量、あー、音量でした。あらら。こりゃ、もうあの二人はダメだな。あの二人はダメだ。声聞こえてないんだもの、お互い。生き残れるわけない。温度低いとこがないわね。え、この家幽霊いる？幽霊いないかもしれない。いないパターン？いないパターンあるんですか？あっと、ここです、ここです。 1.6 度。ここ。じゃあ他のアイテム取ってきまーす。はい。EMS反応なし。え？なやこれ。なんやこれ。これなんや。なんか設置しようとしてあるんかな。これなんやこれ。あれ？あれ？え、なんか怖っ。面白この映像。あれ、一人やられたかもしれないです。ええー、ほんまですか？嘘。パーコさんが？戻ってこないです。僕その程度じゃビビらないで大丈夫です。おーおーおー、ああなるほどね。なんかはいはいはい、はい、女子たちがなんかキャーキャー言うてただけでね。なるほど。こんなんでやってられるんですか？調査マウント。おっとっと、静かにした方がいいですよ。なんかハーハー言うて、ちょっと骨。おお、あ、5、レベル5。オッケー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 、引きましょう一回。カメラ置けんかった、カメラ置けんかった、これどうしよう。カメラ置けてないですね。持ってかけ、持ってかけ、追いかけることもできなかった。これあのフィルムカメラと十字架を持っていきます。はい。おお、もうゴーストがキャンドル消すとか全部サブ目標いってる。
おお、ほんとや。すごい。すごい。いつの間に。いや、じゃあもう早く、早くあのビデオカメラを仕掛けていただかないと。カメラさん、ちょっと困るんですよね。頼みますよ、カメラさん。いや、あの人どうして。カメラさんいないんですか。声が。あの、声聞こえなくなっちゃった。あら、宮田さん。え、カメラさんも。私、ああ、カメラ聞こえました。あれ、カメラ持ってないの。あれ？あれ？あれ？あ、じゃあ、カメラ置いてありますよ、ここに。置いてあります。ビデオカメラ、宮田さん持ってたんじゃなかったっけ。さっき持ってましたよね。持ってましたよね。じゃあ、カメラやります、カメラやります。いやー、やっぱ男なんやな、やっぱこういう時、結局ね。行きましょう、行きましょう。回してください。もうそれはもう。まあ、ちょっと、設置の時間が。先に行かせていただきますよ。お、強っ。男前。急に。急に、なんでやろ。はい。あ、死を踏んでる。あ、ちょっと待って、ゴーストライティングブック書き込みあります。おお、ナイス。これまた一旦引きましょう、引きましょう。え、スピリットかシェード？よいしょ。あ、ちょっと待って、なんで帰りました？帰りますか？帰りましょう、帰りましょう。帰りましょう。帰りましょう。なんで閉めたんですか？帰りましょう。あ、ちょっと。スピリットボックス反応したらもう間違いないんですよ、うん、スピリットボックス持ってる人。いや、持ってないでしょ。持ってるなぁ。あれ、なんか持ってるな、これ。持ってるなぁ。ここで嘘ついてどうするんですか。うん、持ってるなぁ。今ちょっとなんかシュッて見えたの。うん、見えてたけどなあ、でもあ、これ？え、じゃあこれじゃん。そうですよ。そうですよ。行ってきます。ボケかと思ったら。ボケじゃなかったんや。あ、全部踏んでる。あ、本当だ。あ、めっちゃ鳥肌立った。あの、足跡が UV ライトで出ないんですよ。さっき何でしたっけ？あの、足跡ついてない。やられたカメラ持ってたら生き延びられへんな。日頃の行い、日頃の行いは嘘。あ、面白い形やろ。撮ってくれよ。俺のこの死体を。ないですね。罰です。ないの、おかしいんですよね。間違ってるぞ。どうせ間違うぞ。一回。おいでよ。命をかけて俺はこの写真を残してるのに。そうです。あの、たまたま見つけられなかっただけのかもしれないので、一旦これを。最後の三択なんですけど、最後の証拠見つけに行こうよ。これは分からない。早うせよ、早う。もうええから、もう。なんやねん、そのお面。この際静かになってましたっけ。なんや、その平べったいお面は。いや、どうですかね。カメラ回収して俺の死体を撮ってくれ。早うこっちを、早うこっちおいでよ。と EMF 二択です。これはもうショコラさん決めてください。多数決どっちも決定的な最後の証拠見つけれてないんですよ。見つけたらええんよ、見つけたらええんよ。じゃあ、証拠が見つかってないから見つけたらええんよ。もう分かってるやんか。一択よ、一択。人が死んでんねんから。マイリングにしますか。あ、もう行かへんつもりや。かもしれない。マイリングで行きますか。そうですね。俺一人か。じゃあ、マイリングで行きましょう。帰りましょう。帰った場合は、歳三さんは、いい日です。歳三さん。お疲れ様でした。くそ、お疲れ様でーす。閉じ込めるから人を。あ、イング。よし。当たっとるんかい。当たっとるんかい。すごい。やりました。やりましたね。めちゃめちゃもらえたお金。死んだ人にもお金って入るんですか。多分半額とかじゃないかな。ああ、なるほど。入りはするんですね。そのめちゃくちゃお金入ってんのはもう俺が命がけで写真いっぱい撮ったからよ。確かに。キャラめっちゃもろたー。
やったわ。まあでも確かに、お金もろた。確かに途中宮田さんに嫌がらせしたから。はい、そうでしょうね。ドア2つ閉められてましたね。あ、ちょっとバチ当たりましたね。それは確かに。いやー、よかった。今のは良かった。良かったですかね。良かった。